59号ではドアライト基板を取り付けます。今回付属するパーツです。パーツ01のコネクターマウントの穴にパーツ02のドアライト基板のコードを差し込んでから基板をはめ込み、パーツ03のネジで固定します。次に58号でシャーシーに取り付けたフロアの穴に組み立てたドアライト基板のコードを差し込んでからコネクターマウントをはめ込みます。この時マウントの上下の突起をしっかりフロアに差し込みます。これで59号の作業は終了です。Shit.